エル・チョプロはピアノをですね、今回は、ビオラ、昨年はバイオリンを弾いておりました。今回はビオラを弾いている遠藤明がピアノを担当いたします。彼はその昔、その昔といってもそんなに昔ではないんですが、例の、有名なジック・コリアと共演したこと、すごいですよね。その時も写真を見せていただきましたが、その頃の彼はまだ FUSA でわかりますかな。今日はそのジック・コリアと共演した時のようなパワフルな演奏をしてくれるはずであります。Thank you.